地球のように巡航する惑星では、構成日は太陽日より短い。惑星上の観測者から見て、時刻1で太陽とある遠方の構成が同時に頭上最も高い位置に見えたとする。時刻2で惑星は360度自転して同じ星が再び最も高い位置に見える。しかし太陽はそれよりやや後の時刻3になってようやく最も高い位置に上る。 構成日は構成の見かけの日周運動に基づく時間間隔の一種である。思考整備は地球が360度を自転するのに要する時間である。より正確に言えば典型的な構成が守護線を連続して2回情報通過する間の時間である。思考整備は太陽日よりも約3分56秒だけ短い。これは地球が 光転方向と同じ方向に自転しているために、地球が恒星に対して360度を回転しても、その間に地球が光転していて、見かけ上、太陽に対して360度回転しているようになるためには、さらに4分ほどを要するためである。地球の光転周期は約365.2422日であるので、 死行整備と太陽日との差は、イコール約236秒イコール約3分56秒となる。1年を行整備で数えると、通常の日で数えるよりも1日多くなる理由は、地球が太陽の周りの軌道上を1行整備ごとに少しずつ、好転しているので、地球上の観測者にとって365日、4日、経過したとき、地球自身は六十六一四回、 自転していることになるためである。構成時でのシニア0時は、春分点が4五線を情報通過する時刻である。平均構成比は、実際の四五線通過ではなく、平均春分点の四五線通過に基づいて、計算される構成比である。ありがとうございます。